じゃあお願いします。お願いします。お願いします。はい、あ、みんな普通のクルー、クルーメイト、クルーメイト、オックだっけ。はい、あ、わあ、すごい、新しいパソコンで今やってるんですけど、すごいやりやすい。あ、停電になっちゃった。直しに行こうと。臭そう、ココさんが臭そうだ。誰か開けて。あ、開けてくれた。オッケーオッケー。殺されそうで嫌だな。初手キルは嫌だ。これだ、やったー。おー、標本室に3個ある。行こう。せっかくね、アートニスト引いたからね、勝ちたかったね。勝ちたかったねじゃねえか、やりたかったねだね。うわ、覚えゲーか。てってて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 てドゥ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 、オッケー。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 わぁ、ハヤスンさんが来た。あれ、ここ3つじゃなかった、なんだこれ。あ、ん、あれ、ひょ、あ、ここか。ダウンロードがあったわ、全然気づかなかった。そうか、ここダウンロードもあるんだ。わあ、停電だ。うわ、誰、びっくりした。ヤカロさんか。ヤカロさんは、あれ、まあ、はい、はいはい、あれ、まあ、徳さん、はいはいはい、奥さん、徳さん、どこですか。あれ、ミュートかな、ミュートかな。レイメイさん、レイメイさん、あ、失礼。失礼失礼。はいはいはい。研究室のとこですね。研究室？ラボラトリー。ああ、そうかそうか。ラボか。多分直近なんですよ。待って待って、今ね、誰かのすれ違ってるんだ。あの、はい、右上のロケットのところで徳さんは見てて、はい、でその後僕、そのままあれ心電図見に行ったんですよね。はいはい。そしたら徳さんがデッドになってたので。僕も絶対じゃあ右上にいると思って追っかけてるときに通報来た感じです。はやすんさんってどっちの方に抜けていきました、標本室から。標本室って研究室って言います？あ、研究室じゃないです。あの右下のあのすごい隔離されてるとこ、からどこに行きました？ここから左下の除染室に行って、左下で入ってプシューってなってたら通報入れました。それ私確認してますね。あ、そうか、一緒にいましたよね。卵さんが管理室の方で、あの女性室の扉が開くの見たんで。そうです、そうです、ね、ヤカロさんはどっちから来ました？友達、確かピヨスさん見てると思う。そう、ヤカロさんが最後にあのその標本室にいたんですけど。あ、それ林さんとすれ違ってます？あのね、ピヨスさんのね、あの印象だけ強く残って誰だっけ。なんか私ピヨスさんといて、下に降りようかなって思ったら、同じぐらいで左上からヤカロさんが来たよ。うん、私アドミンの方から来てる、ね、あ、じゃあ大丈夫だと思います。その2人はじゃあできないと思います。あ、村美さん、はい、村美さん、はい、村美さん、どうも。あの、役職団でしたっけこれ。クルーメイトがライター、エンジニア、シーア、はいはい、インポスターがイビル・ゲッサー、トリックスター、ああ、はいはい、で、あとアーソニストが1人。なるほど。あ、そう、半分が役職入れてましたね、そういえば。10分の6なので、割と結構な確率で役職引くんじゃないですかね。俺ね、ちょっと直近だったら、林さんが除染室からしか出てきたのと、その除染室行く前にガムさんを通信室あたりで見てて、確かややっこさんも見てて、ああ、そうです、そうです。だから、まあ、その直近でその位置だったらこの2人はまあ難しいと思ってます。うん、ガムさんとややっこさんができない。 あとそう、カメリココさんを、あの酸素室で見ました。僕もボイラーにココさんがいるの見てるんで、
でその後、じゃあ今回は書き出すのか。じゃあ、うん、でその後も管理室で卵さんといたから、うん、ああそうだね、卵さんがいたのも見てる。じゃあ村 B さんか黎明さんの二択では、村 B さんやカロさん、ピオスさん、黎明さん、私はできないっていうのは多分早寸さんとやからさんから出ると思います。そう、やからさんもできないです。あのバイタルのとこに僕村美さんがいるのを見てその後になったから、じゃあ黎明さんのセルフっぽい。ややこさんが僕のさっき言った行動は保証してくれるはずなんです、ね、うん、あ、保証します、保証します。最後結構最後の方にいたから、うん、あの心の女性室から出てきたからちょっと怪しいかなって。あーじゃあミュートします。はーい、黎明さんのセルフじゃない、違う。バチバチにやりたがってるわ私は。おー、トリックスターの箱がある。ここか。はい。これ、これ、これ、これ。通信室に。あ、ボタン押そう。はい、はい、箱見つけてテンション上がってた。はい、箱を見つけてテンション上がってました。ありました、ありました。わー、箱だーって言ってた。そう、わーって言ってて、うん、え、箱、はいはい、すいません。どこだっけ。箱見えたってことは、電気室でありましたよ、もう、うん、1個ありました。今からトリックスターが稼働します。そうですね。ってことは強制停電もできるんだね。うんうん、そう、オフィスのバイタルのところにありました、1個、うん、ありました、ありました。じゃあバイタル出てたら下から出てくる可能性も。あーあー、それうまいな。停電直すところにも箱は、うん、電気室の上ですね、うん、ありました。あと1個どこでしょうね。ねえ、アドミンとかいそうですね。見つけたら報告する、うん、まあ、あとさっきのやつちょっとちゃんと言えてたか分かんなかったんですけど、うん、そのヤカロさんとハヤスンさんの死人情報があるんだったらこの2人はキルできないと思うし、この2人から私もキルできないって出ると思います、直近なんだったら。本当申し訳ないんだけど、うん、マジでピオスさんのひらひらが目に入りすぎて一人いたのは覚えてるんだけど何色か覚えてないんで。優雅に歩いてたんで。ひら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 って、うん、ってくると結局浮いてくるのは誰なんですか。わかんない。黎明さんのセルフくらいしか私は。あ、その村美さんがあと ドリルのとこだっけ、見たの、あの徳さんを。そう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 、ドリルのところで見た後に誰か見てる人っている、ドリルで。まず徳さんに会ってない。それはいないか、ないか。僕が心理図見るまでは一人だったの。そうだよね、まあまあ可能性は低いかもしれないけど、やった後にそっかバイタル来て村美さんがバイタル偽装してるか。うん、でもバイタルはややこさんも見てるでしょ。うん、まあまあ時間は偽装できるか。そう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 。あっちゃ、うん、あ、一個質問ですか。村 B さん以外1回でもバイタルのとこに来た人います。まあ見た、バイタル見た人。あ、僕見ました。うん、いや、そのシェフじゃねえと、なんだっけ、トリックスターの墓あるんだったらまあそこ来てるってことよね。確かに。あ、いや、あ、はい、あの時はトリックスターまだ稼働しなかったから。うん、いやいやいや、でもあの箱を設置した。まあそこ行った人がトリックスターよね。だからややこさん、だからややこさんと村 B さん。うん、怪しくなりません。そしたら箱設置しに行ってるまで1個電気図がありますから、多分初手の方に停電直しに行った人たちに誰かだと思うんですよ。村美さんいたね。そうね、僕も左側から回ってったから、うん、確かに、まあ、そこは確か人はいましたけど、でもまあじゃ あのバイタルの方を見に行ったのがって考えたら、うん、その2人なのかな。でも箱設置したっていう事実、あの会議までは分からんから、うんうん、でもあとなんかあったんですよね。あったからそこ通ってる人が怪しくなるのは必然っていうか、あ、うん、絶対行かなきゃ設置はできないからね、うんうん、そうだから、うん、どうかなって村美さんが見てたってなったらじゃああるんじゃん、まあ、村美さんか、まあ、ややこさんも通ってるっていうのもあるのかなって、うん、ああそっか、うん、という考えでございます。知ってる人あるってことでしょ、とりあえず。そうですね、一応誰かは言ってるんですか。あの3個設置するまではトリックスターにしか箱は見えないですね、うん、それだけちょっと覚えて、はい、うんうん、でも多分設置してたから、まあ、見えてるんでしょ、うん、誰怖い。あれ、レイメイさん今日入ったわかんねえな。ミュートにします。はい、誰だろう。とりあえずあれか、アップロードしに行くか。
はい。あ、3人くらい見てくださってる。ありがとうございます。やばい、私いろんな人にこう向けちゃうんだよな。あんたじゃねえのかいって。それでミスリードしてることも結構あるからな。あれ、ここ反応が悪い。それで違った時の申し訳なさと言ったらね、ないよね。タスクこれで終わっちゃうよ、私。待って、はい、オッケー。ああ閉まった。あれ閉まってたのか、どっちだろうな。もうボタン押しちゃったからな。カメラ見よう。黎明さんって呼ぶ。うわ、停電だ。え、ムラビさんが死ぬんだ。ムラムラ。あら、あれ、どこで見つけました？はい、はい、エアコン発見しました。はい、私がスペシメンルームです。スペシメンルーム、あ、標本室か。日本語でお願いします。標本室、標本室。あ、ごめんなさい。うん、ボーラさん。で、僕の今の動きとしては、最初まず、始まってオフィスバイタルの方から通って、ドリルでタスクやって、ラボのタスクやって、スペシメンルームに行くところで、あのガムさんと一緒にいました。あ、そうです。なんで多分僕がやるのは、あ、でもそうか、行ってすぐに切るとか直近の切るとか言われたらどうしようもないけど、一緒にガムさんと、スペシメンルームの方に向かって、スペシメンルームのその殺害があったところに箱がありました。あら、俺もそれね、見つけました、見つけました。あの、うん、ロングタスクの上にあるんで、ね、もうそれそれそれ、もう探してるなーって。ロングタスクの上にあった、そこにありました。逃げたんか、なるほどね。で、あの、うん、あ、まあいいや、まあ、ややこさんの話聞いてましょうか。はいはい。まあ、でも今そこまでです。僕そこで見つけて通報しちゃったんで。で、ガム、あったのはガムさんで、ストレージの前あたりで卵さん見たぐらいかなっていう感じかな。あ、そうでしたっけ。なんかチラッと地下に行くのを見ました。俺最初、そのガムさんと一緒に、ああ、ラボラトリーまで一緒にいたのだけは。ああ、じゃあ、その先にタマゴさんもとかな。あ、じゃあ多分何かの拍子に多分すれ違ったのかなと思います。で、一個だけ気になるのが、はい、俺アドビ今見てたんですよ。はい、そしたら、うん、ベシメルーム一人だけ反応があったんですよね。うん。うん。でもややこさん発見してたら、じゃあ死体のね、村人さんがいるとか二人分反応ある。はずなんですけど、うん、そのないってこと？スペシメルームに反応1ついて、また消えて1ついてみたいだったんで、もしかしたら弁当移動しないのかな、これ。ああ、うん、あと1回の弁当扱いだな。そうですね、だからまだ1回反応ついて1人分消えて、うん、またスッと1人分ついてってなってて、うん、まあだから弁当移動して、まあ、セルフしたのかなっていうのがちょっとあります。ピオス発言いいですか？はい、どうぞ。そこに箱があるんだったら、ヤカロさんがトリックスターだと思います、私は。ハヤスンさんは私と一緒にラボの方から、行ったんですよ、うん、最初のターン。うん、で、ヤカロさんはその下の方からこっちにそのスペシメンルームに来てるっていうので、ここに、うん、なんだろう、スペシメンルームに初ターンで行ったのがヤカロさんとハヤスンさんと私だけだと思うので、その、あ、なんだろう、オフィスを通って、スペシメンルームに行けたのはヤカロさんかなって思うので、ヤカロさんがトリックスターかなって思います。正直言うと、うん、まあ、確かに私受けたけど、うん、その証言を言うならば、うん、そのまま返せるよっていう。私はオフィスに寄らずに、あのラボの方から林さんも見てると思います。あの、行ってるのでそっちの方に、うん、もしかしてこのピクミンコンビか。えっ、ま、怖い怖い。確かに、でもややこさんスペシメン切るかなっていうのは、うん、殺されそう。助かったって霊界ができた。あ、ハドミ見てようかな。
バイタル見てよかな。バイタル見てたら殺されちゃうなこれ。バイタル見てたらトリックスターに殺されちゃうなこれ。スペシメンルームに1。ガムさんは白っぽい。電気室。オフィス今あれか。死んでないじゃん。誰かボタン押してくれ。あ、死んでる。うわー、マジか。マジか。めっちゃ減ってる。お二人知ってる。今日釣らないとダメだな。ココさんが電気室付近の扉のあたりで光ったので、うん、その辺で死んでますね。電気室、電気室、電気室か。停電とかじゃない。で、私バイタル見てから停電直しに向かってて、うん、その時死んでなかったので最近まあ10秒以内に切られたかな。2人とも。ああ、多分2人ともかな。ちょっと多分そうだと思う。もう一人がどこかだよね。うん。待って、誰死んだんだっけ。ココさんと、卵さんか。卵さんか。卵さん。見てない。うん。卵さん、なんか、オフィスとかウェポンとかあれあ、いたな。見たか。ウェポンってこ、ウェポンどこだっけ。卵さん、オフィスに来てたな、最後の方に。なんか後半見ましたね。うん。ってことは、オフィス、うん、あ、オフィス最後僕いたん、オフィスいたんですけど、左あの水のタスクやってたんですよ最後に、うん、あのボタンの左側にはいなかったんで、ちょっと右側確認できませんでした。あの停電で、うん、なんかオフィス結構人いたんですよ最後の人ぐらいは。アドミン見てたら、うん、ごちゃける、うん、僕行動今言っていいですか。はい、どうぞ。オフィス最初は行って除染室からガムさんと一緒に多分スペシメンルームの方に行ったんですね。はいはい、でそこであのなんか化石とかをなんかはめるようなやつタスクやって、うんうんうん、で僕そこからなんかガムさんなんか一応2人でいるの怖かったから、あの上の方から抜けて、うん、ラボから、セキュリティの方に抜けようと思った時に、右側ラボの方にヤカロさんが行くのを見て、エレクトリカルの前通ってセキュリティのとの間で、ボイラー室で水入れて、でさっき言った通りあのコミュニケーションコミュニケーションオフィスの水のタスクで最後を迎えました。どこでヤカロさん見たって言いました今。ストレージの上あたりですね。ここあのラボ、僕がセキュリティの方に向かうときにラボの方に向かうのを見ました。うん、待ってるよ。で、うん、で私最初始めたときに通信室のやつやろうかなと思ったんだけど、うん、あれ待って待って、ね、私どういたんだっけ。オフィス始まって、あ、最初停電だったでしょ。うん、停電でしたね。ちょっと直しに行って、でそのままそっち側行ってタスクして、で戻ってきて、でアドミンでピオスさんいたよね。いたね。で私見て通信室にいるなとか見てて、で行こうとしたら何人かの団体客とすれ違って、で私そのまま通信室入ってったんだけど、でそのまま停電来てって感じかな。うーん、だから私何人かとすれ違ってる。あ、これもう釣らなきゃいけないんですよね今。ええー、わかんねえ。なんで私はヤカロさんがやっぱり怪しいからヤカロさんに入れました。いや、なぜ。うわ、釣れないのダメだよ。スキップが一番ダメだよ。いや、無投票もいるけど。確かに。マジ。これでヤカロさんじゃなかったらどうしよう。
え、これ停電でもドア閉めれんの？マジ？トリックスターの箱があるんよな。あ、違う、開けた音か。これ2キルで終わるよ。私ボタンないよ。あ、ナイスボタン。おい、いいボタン。ナイス。はいはいはい、ごめんなさい。正直言ってさ、私と林野さんとピオスさん、はい、正直言ってさ、うん、あそこ通ってるから置けるし、なんで私だけにそんなさ、あ、違う違う、スペシメンルームにいたのはその3人だから、その3人のうち誰でも置けるんだけど、うん、停電を最初なって直しに行った後、そのまま林野さんと私が、うん、ラボラトリーの方からスペシメンルームに行ってて、うん、でも最後林野さん別れたんだよ。別れて林田さんがその除染室でまだプシューってしてるところで、まだそのオフィスの方に行けない状態だったっていうのを証明してる人がいたから、ヤカロさんかなって言った。あ、そうか。うん。まあ行き先だけはそうだけどさ。そう、でもそれくらいでしか考察ができない。確実に私って言えなかったら入れてもいいけど、こんなさ位置間違えたらダメなってことだ。めっちゃ、しかも2投票あったでしょ。誰か入れてるんじゃねって感じなんで、私が1票は入れてる、うん、あと1人相方入れてるんじゃないって思うんだけど、まあ入れたの僕やったりするんですけど、ね、うん、ああ、変人ですか。スキップ入れたのは誰ですか。いやいや、僕スキップ入れました。入れてないです。で、私スキップ入れました。ちょっともうちょっと考えたいっていうのは、ここ釣りは入れなきゃいけない盤面なので6人、そこない、ない2人が白くくの黒くどっかに入れなきゃいけない。そうです、ね、少なくなったから。そうです、そうです。で今さ全く何もなかったでも私で、そしたらさやばかったな。まあでも釣っても釣らなくても結局ここ2浪残ってたら普通に終わりな盤面だったから、うん、ややこさんがすごく白く見えてしまう。一応今さ、一応今アドミンにいたんだけど、はい、最後 O2 にいたの誰？ O2 は行ってない。コンソルーム、私いた。さっき、あ、じゃあ林先さんか。うん、でエレクトリカリに2で、他に他2人がどいなかったから、うわ、電気室も前にいましたね。なんかヤカロさんが最後すれ違いました、うん、ああ、そこ扉開いたらあったみたいな感じ。ここもガムさんとヤカロさんにはすれ違ったけど、他の室の方に走ってた。電気ルーム行ったらピオスさんがやってたのが見えたんで、あ、そうです、私が直しました。まあ、うん、任せとけばいいかなっていう。あ、これってタスク見えないんだっけ。タスクみたいな。あ、まあ、どれぐらいか。ちなみにタスクは終わってます。しました。あ、了解です。終わってます、終わってます。僕も終わってます。ヤコも終わってますよ。もうちょっとあと1個ぐらいです。あと2個久しぶりにやるとどこに何があるか思い出せんで。ピオスさん、信じるかこれは。どうするべきなんだ。いやだってさ、さっきの表見てもらってさ、美容師さんがさ、うん、私に入れるって言ってさ、もう一人がさ、いや釣らなきゃいけない盤面だったから、私目線で一番怪しい人がヤカロさんだったからヤカロさんに入れました。私正直わかんないから。いやもうすぐ私キャットファイトにしてしまうんだよな。ダメだ、なんかいつもごめんなさい本当に申し訳ない。ああ、とりあえず誰かは釣らないといけない。あ、どうする。あ、でもこの表の割れ方ちょっと違いそうだな。ちょっと、いや、あ、ごめんなさい。違ったらやだ。どうしよう。うわー、まずい、終わる。え、じゃあ誰なの、林野さんなの。え、待って、終わった、なんで治った。あれ、なんで治った。今なんで治ったんだ。僕が実はエンジニア。え、エンジニアっすね、これ。ああ、神。実は僕がエンジニアです。あ、じゃあさっきの二郎ですかはなくなった。僕は実はエンジニアでしょ、うん、ててあ、ありがとうございます。でも一個怖いのは指名される可能性があるので。いや、もうなんかそれはなんか、ああ、そうか、すげえ。ちなみにガオさんミュートで。あれ、ガオさん、あ、ガオさんミュートで。あ、そうですね、びっくりした。そうか、今死んだんか。え、これってこの状態でもう一人いるってこと？
これだからヤカロさんが確定で人狼っていうかそのトリックスターだったってことで、はいはいはい、で私一瞬カメラ見てた時があったんですけど、その時ヤカロさんと黎明さんがあのトリックスターの箱の前でうろうろしてるのを見て、うん、僕も今のこのヤカロさん釣りを見てピオスさんは絶対に白いと思ってるからもう、うん、あるんですよ、うん、あの僕トリックスターの話出た時に見ててなかったんですよ、うん、でどんな箱かなと、あこれがトリックスターかって喜んでて、まあ、横にステップしてたじゃないですか、うん、シャギダンって言われました、シャギダン、あこれねって言ってちょっと興奮してやってたらヤカロさん来てちょっと恥ずかしかったっていう初手キルの容疑が黎明さんが、うん、あれややこさん違うって言われてたんだっけ、一応僕はあのバイタルの前にバイタルの前にえそっか村 B さんが徳さんを確認してあの村 B さんが、バイタルの前に来て僕がそれを確認してるんですよ、うん、っていうところまでしか言えないけど、えごめんちょっと知りたい情報と違った、いや合ってる合ってる合ってて、うん、でも白出しはされてないのか、うん、されてないされてないですされてないのか、で村 B さんと僕がで村 B さんは殺されてたので、うん、林さんはできないと思うんだよな、ただ、うん、あれなんですよ、普通に考えてお互いに疑われてたら殺したらこっちに絞られるの分かったのに、うん、殺すメリットが全くないっていう、だから黎明さんじゃなくてヤカロさんが殺したとか、みんなタスク状況はあ終わってます、終わってます、ハヤスンさんは、ハヤスンさんはあれミュートか違うか、大丈夫ミュートの方だ、あミュートになってる、 あと2つなんですけど、あなんかもう酸素室に行けば行くほど、うん、そうか通報で呼び戻されちゃって行かれないみたいな、あでもそうだよな、ハヤスンさん僕がたあの O2 にいるのを確認してるから、さっきのあのアドミンで、だから僕割とあの白いと思うんだよね、ハヤスンさんは、うん、今のは嘘じゃないと思うから、その、うん、黎明さん釣りたいなあれ落ちちゃった、マジか、あらミュートにしようと、えマジか、ちょっと待って待って、いや僕どういうこと、いや多分ピオさんがなんか多分落ちちゃったんだと思う、なんかサーバーが落ちました、マジか、もう今でも僕林さんを白く見てるから僕黎明さんにここ入れるしかない、これ違ったらもう悪質サンタかもしんないし、どうなったんだろ う, だ う, だうだ、正解です、おやったありがとうやったやったありがとう、嬉しい、初手やったー、初手ね、初手引くのスイッチが悪かった、ヒューやった、いい勝負、いい勝負、やったー、強すぎる、殺したんですけど、でそのまま女子選手で逃げようと思ったらピューってなってたの見たんでやべえと思って、でも左にムラビーさんのいたの覚えてたんで、これ左行って見つかったら絶対俺疑われるやんと思ってセルフしたんですよ、マジごめん、あの箱がさすごい楽しんじゃって、うん、のムラビーさん殺しちゃった、ヤカロさん、まあ、もうあと2人で俺放火できたのに、あそうなの、惜しかった、あと2人だったのに、あいやでもムラムラ、ガムさんが最後ね言ってくれたのがでかかった、あとココさんとね、誰だっけ、ピヨスさんか、うん、うん、